はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、やってまいりましたね、モンストのドラえもんコラボ。はい、はい、今日はですね、こちらのクエスト、やっていきたいと思いますね。はい、これだね、イベントで、南極に眠る氷の使者、これ究極さっき何回かやったんだけど、難しくてクリアできてないね、はい、あのマルチやったんだけどね、今回はですね、エッシン君立ててください。はい、お願いします。ちょうど今テレビのなんかやってるみたいだ。テレビじゃねえか、なんかやってるみたいね、これね、番組連動企画ね。本当、じゃあ参加しないで、うん、参加しないでお願いします。はい、じゃあマルチ、近くにいる友達、はい、出撃募集しています。はい、来た。はい、え、お願いします。エイシン君がカムイで、あとヘラクレス、はい、で僕がノアで、あとドラえもんっていうデッキてかラインナップですね。頑張りましょう。はい、そしてドラ焼きない、使っちゃおう、ストライクショット。おお、うわ、やばい、あー、うわ、ちょっとやばいやばいやばい、いやいやいや、それじゃあまずいよ。あー、やってしまった。なぜドラ焼き取らない、あー危ない、あー危ない、あーしょぼい、うちはしょぼい、分かってます分かってます、本当に。あとはカムイに任せた。はい、カムイに任せた、弱点狙ってね。おー、あ、まだ残ってるか、やばいやばい。これでも次の回で決めれるでしょう。イエーイ痛恨したね。うん、うーわ、まあ一人だったら倒せるかもしれない、パパだったらね。あー、マルチやるとこの難しさがあるね。うん、はい、そんなわけでですね、見ていただいた通り、痛恨してしまいましたね、シン君とのマルチプレイね。そこであの動画の後にですね、あの極みをですね、私なりのパーティーで挑んでみたんですが、そしたらですね、あっさりクリアできてしまったんですね。なのでもう一回ですね、これでトライしてみたいなというふうに思いますね。パーティーはアラジンとヘラクレスとマッドイノベーターとパンドラ、フレンドパンドラ、これでいきたいと思います。プラス1万しとこうかのためにしとこうかな。これでいきましょう。いやー、いけるんじゃないかな今度は。極みがね、あっさり、本当にあっさりクリアできちゃったからね、これだったらいけるんじゃないかな、多分、わかんないですけど、明らかに多いからね、モンスターの数がね。いきましょう。ここで光っちゃうと回復始まるんだよね。倒しちゃえばいいっちゅう。やっぱちょっと多いよね、モンスターの数ね。今回打撃じゃない、貫通がまるでいないんで、また回復しやがったな。そういう厳しいか、やっぱり。あー、あとあのなんかスライム野郎も倒せればよかったけど。よし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 、ビリビリも嫌だよね結構ね。あのキョンシーに全然いかない。キョンシー行っておくれ。ああ、もうちょっとだった。また復活されるか。オッケーオッケー。そしてドラも取ってきましょう。ドラにね、2つ出た。オッケー、
成長しろドライキック来た。惜しい。オッケー。まあこんな感じだよね。とりあえず。いやでもね、あのマルチプレイの散々たる負け方はちょっとひどかったね。本当にひどかった。これはもう先にブリザーガーを倒さないといけないですね。いいとこ入った。ここであいつに与えていかんわけだけど、オッケーいいね。あーしまった、気づかなかった。あーこれで復活されるか、大丈夫ね。オッケーで、この子でオッケー、いいね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 。ああ、できれば、もう一回しまない。そうそう来る、そう来る。どうしようかな。使っちゃおう。ああ、使えなかった。しまって、しまって。しましょう。マジンよ来い。もう俺たちの強さ、もうこの辺はね、ガンガン、ああ回復室。ちょっと微妙だった。オッケーです。あらなんかいまいち、ちょっと無意味だったかな。ブリザーが倒さなくて復活されるからな。最初はね貫通系行った方がいいかなと思ったんですけど、どうやらそうでもないよね。ここはねもうパワーゴリゴリで割と行ってもいいかもしんないなと。復活する？まあ、知らない。OK。うわ、ビリビリきた。あともう一回、ああ、足んなかった。OK でーす。ボーナスステージ来ちゃったな。ヘイ、ドラちゃん。さあここもまずブリザーガーから倒していきましょう。どういこうか、いきなり使っちゃいましょうか。上腕一閃、試練を乗り越え伝説をつかむ。惜しげもなくね。これはどうしよう。多分もう一回溜まるからね。あー、しくったしくった。まあいいでしょう。オッケー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 です。そしてドラ焼き取っとくね。
カウントされるからね、これだけね。OK でーす。あー、ドキドキしてきた。ドキドキしてきた。これ下に行けんもんかね。ちょっとやってみようか。あ、行けるんだ。あれ、ここもまずはブリザーが倒さないといかんのだけど、行っちゃうか。OK。 あー、そっか、これでも回復するのね。厄介な野郎だな。あー、入らなかった。 OK、 入った入った入った。あそこは攻撃せずにブリザーガだけを狙いたい。どうするか。 OK です、 OK です、 OK です。微妙、微妙。うわ、これ交互に来る。オッケーです、オッケーです、オッケーです、オッケーです。あー、緊張してきた。頼む。剛腕一閃、ここで使うべきかな。先制パンチ与えるべきか。行こう。剛腕一閃、試練を乗り越え伝説をつかむ。だよね。あー、でこれもうしょうがない系なのか。倒すしかないのか。回復しちゃったね。意味ない、意味ない。すごいね、今回本当に回復復活、回復復活がすごいっすね、本当に。魔人よ来い、俺たちの強さ見せてやろうぜ。うわー、すごい。うわ、ちょっと微妙。どうせ復活するもんね、これね。だよね、やっぱりブリザーガを倒すしかないんだよね。下入った、下入った、 OK、 下入ったね。よしよしよし、もうちょっとぞ、もうちょっとぞ。頑張ろう、頑張ろう、みんな、みんな頑張ろう。頑張ろう、もうちょっとだ。また復活。超ドキドキしてる。頼む、スピードクリア、いける。うわ、回復しやがった、くっそー。またさね、復活。剛腕一閃、試練を乗り越え伝説をつかむ。なかなか、なかなか、これで決める。
頼むマットイナベーター、止まってくれないよ。やったー。あー大変だった。いやごめんなさいね、下手くそでね、本当にすいません。いやでもよかった、倒せて。あーよかった。お、そして落ちたかな。オーブ5個ね。いや嬉しいね。あーよかった、もう疲れたわ本当に。はい、ということで今回は以上でございます。ちょっとねマルチだとやっぱ難しいかなと。あのエイジン君もねまだ強いねモンスターが揃ってないのでちょっと難しかったかなと思いますね。もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。